魔刀黒龍丸。遥か神話の時代に災いをなし、世界を漆黒の闇に閉ざした黒い竜。その骨より削り出したと言われる伝説の刀。黒龍の邪悪な魂を内に宿すこの刀は、強大な魔力のゆえに竜の一族によって開闢以来封印されてきたのだった。ひとたび封印を解かれれば、大気に渦巻く邪念、地底に染み渡る怨念をかき集め、塚を握る者に無尽蔵の力を与えた。その果てについには魔王となさしめると伝えられる。しかし秘められたその真の力は、伝承者たる竜の一族でさえ決して知ることはなかった。そして竜剣、竜の一族に古き時代より伝えられるもう一振りの刀、すなわち邪悪と戦いし太古の戦士がこれをもって黒竜を倒したという。竜の牙より削り出したこの刀は、やがて竜の一族の末裔ハヤブサ流の忍者たちによって現代に受け継がれてきた。そして今、竜剣は一族の若き忍者竜ハヤブサの手に握られている。忍者なら壁ぐらい走っていくがいい。まっすぐ。
すぐ壁へジャンプし、防御姿勢で左スティックを倒して身を翻す。それすなわち